はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。モロウィンドウ続きからプレイしていきたいと思います。前回はですね、アルマレキ社に頼まれて、そのかつてネレバルが使っていた剣ですね、それを、修復してきてほしいと、そのレッドマウンテンの戦いで壊れてしまったので部品を集めて、修復してほしいということですね。で、一つはそのカロットさんからいただいたんですけども、もう一つがこのミュージアムですね。ミュージアムの館長さんが持ってるみたいなんですけども、このミュージアムにそのアーティファクトですね、ユニークアイテムを2点、譲ってくれたら、渡すということみたいなので、使わないユニークアイテム、なんかいずれ返してくれそうな感じもするんですけども、使わないユニークアイテム、はい、ということですね、いろいろこの、モンホールドで手に入れたアイテムを、この人に持っていってですね、いろいろ試したんですけども、その中でも いらないアイテムはこの2つかなっていう感じがしますね。まずはバイポーラーブレード、これはバザーで彼氏募集中だった女性ですね、そのクエストをクリアした時に、報酬でもらった剣で、もう一つが、サドリさん、ちょっとおかしくなってしまった女性ですね、あの人を倒した時に持っていた武器、この二つは多分使うことがないかなっていう感じがするんで、うん、ゴールドブランドもあるし多分使わないと思うんですよね、なのでこの二つを、預けてみようかなと思います。多分返してくれると思うんだけど、どうなんですかね。まず一つがバイポーラーブレード、ある貴族が、絶大な力を持ったブレードを作るために、財産をつぎ込んだという言い伝えがある、タムリエルの端と端にいた二人の鍛冶師は、互いを知らぬまま、ブレードの所持者以外には真の力を知らせまいと考えながらブレードの半身を作り上げることとなりました。不運にも、鍛冶師たちは十分な指示を与えられなかったがために、互いを完全に打ち消すエンチャントが施された半身を作り上げてしまった、まずこれですね。でもう一つが、サドリさんが持っていたメイス、なんとも奇妙な一品、聞いたところによれば、第2期の末期近くに、キャンカという、ウェポンスミスでもあり、エンチャンターでもあり、若干気の違ったアルトマーの手によって作られたそうです。というより、彼は歪んだユーモアを持っていたらしく、敵を死ぬまで打ちのめす前に、まくし立てて混乱させることを考えては喜んでいた。これで OK かな？あなたもすっかりミュージアムの有効者、品をお渡ししましょう。優秀な鍛冶屋なら対応できるかもしれない。もしブレードオブネレバルを作り直すことができたら、ぜひとも完成品をこの目に入れたいものです。
で、これを鍛冶屋に持っていけばいいんですね。クラフト図面、フォージザブレード、どんなブレードでも打ってやる、そもそも誰のものだったとかネレバラとやらが何様だとか、俺にはどうでもいい。あ、まずこれですね、ドゥーマーバトルシールド、盾を鍛冶屋に渡した後、盾についている突起物はもともとのデザインではなく、何かの武器の一部で、もう一つですね、あ、これでいいのかな。お、これで仕事ができる、見たこともないような最高のブレード、2日経ったらまた来てくれ。2日。よし、じゃあちょっと2日時間を進めて、はい、ということで2日経ったんで取りに行ってみましょう。いや、これは楽しみですね。かつてネレバルが使っていた剣か。あ、でも自分では使えないのかな。アルマレキシアに返すというか渡さないといけないのかな。お、お前さんのブレードだ。それと聞かれる前に言っとくが、燃えていない理由は俺にもわからん。俺は鍛冶屋であってエンチャンターではないからな。ドゥーマーのエンチャントをかけたいんなら、ドゥーマーと話をしてくれ。ドゥーマーはもう、あのデブしかいないけど、剣を受け取った。美しい剣ではあったが、アルマレキシアが言っていたような、炎をまとった剣ではなかった。ドゥーマー、トークトゥーアドゥーマー。うん、分かってるさ、連中が全員くたばっているのは。だが、ラダック、ラダックっていう強力なドゥーマーの、ミスティックが、例のあの天候変更したダンジョンですねに住んでいたらしい。本人はとうの昔に死んでいるが、書き物が何冊か残っているかもしれない。もし見つけ出せたら手を打ってやる。またあそこに行かないといけないですね。うん、遺跡に赴き、ドゥーマーの秘術師、ラダックの書物を探してみてはどうかと言ってくれた。
よし、じゃあ行ってみましょう。あ、剣は？これだ。トゥルーフレーム。強い。スラッシュの、最低ダメージが40。最高ダメージもゴールドブランドより高いし。いや、これは強いな。ちょっと装備してみよう。おお、なんかこう極東みたいな。まだエンチャントされていない状態でこの強さなんだ。いやー素晴らしい。ラダックという方の書物を探しに。あー、でも完成したらやっぱ返さないといけないのかな。これ自分で使いたいですね。暗い。ああ、もう復活してるのか。あ、撃ってしまった。あ、そっか。ショートカットで。トゥルーフレーム。よし。行ってない。こっち行ってないですね。
これかな。これ何冊か前来た時撮ったんですよね。ドゥーマーブック。でも、機械のメンテナンス。一応持って帰ろう。あったか。歯車の交換。またの爆弾だ。配管の取り回し。こっちじゃない？やばい。いや、この辺は一回来てるから。中に見つかってる曲が。
なんかこういう影とかにあったりするのかな、もしかして。これあのロボットの部屋だ。すいません、間違えて録画を切ってしまいました。誰かいますね。クイックセーブ。え、あ、ラダック、ラダックだ。幽霊になってる。こんなところで何をやっとる。おとなしくこの置いた霊を読めない。さまよわせてくれかな。Talk to a doomer。 ちゃんとした体型なんだ、ドゥーマー。あいつがたまたまデブだったんだ。ドゥーマのミスティックと話をしたい。うん。わしはミスティックではない。生きていた頃だってそうだ。わしは兵士。兵員に武器は作ってやった。だがミスティックなどではない。けれどもお前は、あのブレードに火を注ぎたい。うん。やりたいことがそれだけってんなら、
ミスティックなど不要。お、小僧わしに任せておけ。ただ、ピロリルティア。タール。ピロリルタールかな。がいくつかいる。昔はここら中で使われていたが、それもとうの昔。あれは、仮想の洞窟にある。このダンジョンですね。このダンジョンの地下深くにある古い遺跡。うん。彼が言うには彼自身は秘術師ではない。一生を通じてそうであったという。だが炎の剣を作りたいなら手伝ってくれるそうだ。深い洞窟。イニシエのデイドリックルイン。デイドラ遺跡だ。アホのダンマメ。あんな獣をあがめおって。根こそぎぶち殺せ。まあ、ドゥーマーたちからしたら、そのダンマーは、そのデイドラをあがめる。あんな変な、獣、まあ、神というか、あんなのをあがめるのはおかしいと。で、このドゥーマーたちは機械に行ったんですね。パッセージ・オブ・ザ・ウォーカーの落を抜ければたどり着ける。何に出くわすかはわからん。おっかない場所。はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。